look at Shohei's reaction. 投打二刀流で精彩を放つエンゼルス大谷、翔平投手の価値について。米メディア、NBC スポーツが考察。打者では、通算630本塁打のケン・グリフィー・ジュニア。投手では、通算354勝のロジャー・クレメンスより優れているとし、年俸に換算して7000万ドル、7500万ドル、約95億円、約102億円の価値があると伝えている。今月6日、日本時間7日時点で1704打数。オプス。880。オプスが134。111本塁打。65、盗塁をマークしている、大谷翔平。グリフィー・ジュニア。は1700打数の時点でオプス。838。オプスが135。65本塁打。53、盗塁だった。大谷翔平が上回っているのがわかる。また、クレメンスが1986年4月29日、同30日のマリナーズ戦で歴史的な20奪三振完投勝利を飾った時点での通算成績が20勝9敗。防御率3。60。265イニング。239三振。76四球。大谷翔平は現時点で21勝9敗。防御率3。20。264回に3。333三振。94四球となっている。ほぼ同じイニング数を投げて、防御率も、奪三振も、大谷翔平が上回っている。大谷翔平のここまでの投球成績は多くの名投手と比較することができ。通算219勝のペドロ・マルティネスやドジャースの現役最強左腕クレイトン・カーショーと比較しても、同じ試合数、イニング数時点での成績では大谷翔平の方が優れているという。こうした事実から、記事は大谷翔平の価値を換算している。現在の最高年俸は、メッツのマックス・シャーザー投手で、年平均4330万ドル、約58億9300万円。大谷翔平は、37歳で2500イニング以上投げているシャーザーと比べて、車で言うと、かなり走行距離が少ないことなどから、投手として5年。年平均で4500万ドル。約61億2400万円の価値があると記事は主張する。さらに35本塁打。100打点。オプス。900の打者として追加で年2500万ドル約34億円。加えてその抜群の集客力でプラした。本当の価値は7000万から7500万ドルだと思うと。シャーザーをはるかに超える金額になるとしている。その上で、彼を説得して、年6000万ドル、約81億6500万円。5年3億ドル、408億2700万円、でどうだろうという交渉の仕方を紹介している。
ゼルス、大谷翔平といえば徹底した食事管理で知られる。バンキシャ9年目を迎える筆者が、日本ハム時代から確立されていた大谷翔平の食生活に対する考え方を紹介する。ダルビッシュから助言を受ける最初に驚いたのは2年目の2014年のシーズン後だった。自主トレの拠点を置いた千葉、鎌ヶ谷の寮では、食事にとんかつや唐揚げが出されるというが、大谷翔平は衣は全部取ってから食べますと話していた。当時、93キロ、大幅増量を目標に掲げ、体重を増やす以上、食べるだけ食べてもいいと思っている。ただ、低脂質、高タンパクが大事とも語っていた。しかし、同年は投手として前半に9勝1敗も、後半は9試合で2勝3敗と蓄積疲労によるスタミナ不足を痛感。当時からクレープなど甘い、物好きとして知られていたが、チョコレートとかは夜に食べない。食べる時もタイミングを考えていると、人生。すべては徹底した食事管理と筋力トレーニングで、鋼の肉体を作り上げるためだった。その成果もあり、翌15年に投手三冠に輝くと、今度はシーズン後に食生活を一変させた。とんかつの衣を外してから食べる行為については、今は体を大きくしているので、特にそこまではやっていないと明かした。さらに、ビュッフェ形式の寮の食事では、揚げ物コーナーが設置され、チーム関係者は、特に夜はかなり食べていると話していた。同年12月には、元背番号11の先輩、ダルビッシュと合同トレーニングを敢行し、体づくりの助言を受けた。栄養面、トレーニングを含めて、正しい練習をどれだけこなせるか、重点的にやっていて、すごく勉強になった。プロテイン摂取などを含め1日6、7食の食生活を続けた。そして、年明けの16年1月6日の自主トレ公開日、だいぶ体重は増えてきた。オフに入ってから7、8キロ。上半身、下半身、体幹、全体的に大きくなっている。今の体重は100キロくらいです。と、人生で初めて体重が3桁の大台に達したと告白した。メジャー5年目の22年現在の体重102キロの基礎はこの時に出来上がったと言える。玉ねぎのみじん切りにもトライ食生活による体づくりの転機はもう一つある。メジャー移籍後の18年のキャンプ前、プロ3年目の15年からアドバイザリー契約を結ぶ株式会社明治の担当者から栄養情報のレクチャーを受け、同行した調理師と調理実習を実施した。玉ねぎのみじん切りから大谷翔平自身が実践し、チキンライスの上に乗せたオムレツにナイフを入れる、ふわとろの卵が開いていく、タンポポオムライスを作った。白米や玄米を鍋で炊く方法も教えられ、自分で日本と変わらぬ美味しさを再現できるようになった。同年のシーズン後に自炊といっても朝だけ。軽くオムレツを作ったり、その程度かなと照れながら話していたが、料理への意欲が失われることはなかった。手術を受けた左膝のリハビリに時間を割いた19年のシーズン後こそ、Uber Eats、料理の配達アプリを利用した食生活を送っていたが、20年のシーズン後には自分で3食作って食べていますよ。メニューはご飯とタンパク質ですね。肉やホタテ、魚介系などが中心ですと話していた。当時、料理技術の向上については、本当に茹でたり、焼いたりとか質素なものですね、笑い。調味料とかなるべく使ったりしないので、
あとはフルーツを食べたりとか、野菜を茹でてそのまま食べたりとか、そんな感じで健康な食事を3食食べていますとも、すべては野球につなげる体づくりのためだが、明治の担当者によればトリュフ塩をかけたら全部美味しいと話していたこともあったという。大谷翔平が苦手な食べ物は、ここからはストイックな大谷翔平が食で見せる意外な一面に触れたい。大谷翔平が日本ハム時代の2017年に球団事業の一環で小中学校の校内放送向けに寄せたコメントは興味深かった。僕が好きな給食メニューは米粉パンでした。もちもちとした食感が大好きで、チョコレートクリームをつけて食べるのが大好きでした。給食の献立に両方が揃う日をとても楽しみにしていました。米粉は小麦粉に比べて栄養素も豊富で、炭水化物の他にもタンパク質、脂肪、ビタミンなどが含まれる自然に栄養価の高いものを好んで食べていた。大谷翔平の苦手な食べ物はトマト。同じく日本ハム時代の2017年に応援大使を務めた北海道月形町で開催されたシーズンオフのトークショーの最後には、飲んだことがないというトマトジュースを一気に飲み干し、町民から大歓声を浴びた。後にも先にも大谷翔平がトマトを食べた、飲み込んだのはこの時だけかもしれない。焼肉でチームメイトをおもてなし、アスリートとは縁遠い存在というイメージだが、ポテトチップスだって時には食べる。2021年9月、私は米国出張にあたって大谷翔平に東京バナナとカルビーがコラボした進化系ポテトチップス、ジャガボルダ、カツオと昆布の旨味だし味を渡したことがあった。当時はコロナ禍の影響でクラブハウスでの取材ができなかったため、球団関係者を通じて渡したが、後日に水原一平通訳が人生で食べたポテトチップスで一番美味しかったらしいですと大谷翔平からの伝言を届けてくれた。同年は試合後に主砲トラウトの部屋に選手数人で集まってピザやチキンウイングを頼んで、テレビのニュース出た球団の結果やハイライト映像を見ながら交流を深めることもあったという。好物は焼肉、寿司。遠征先からアナハイムに戻ってきた今年の5月19日のオフには水原一平通訳、先発左腕サンドバル、外野手マーシュと4人で焼肉店で外食を楽しんだ。マーシュ、サンドバルにとっては初めての日本式の焼肉。大谷翔平と水原通訳がすべてのメニューを注文しておもてなしした。ユッケ、タン、リブキャップ、リブロース上部の希少部位などに挑戦したサンドバルは本当に最高だったと振り返り、マーシュもすべてが初めての経験で楽しかった、ボンディングエクスペリエンス、絆を深める経験だったと感激の表情を浮かべた。21年シーズン後の日本帰国時には外食に行く時間がなかったため、久々の焼肉を仲間たちと楽しんだという。大谷翔平は7月5日に28歳の誕生日を迎えた。一般的には審議会においてプロアスリートとして全盛期にあたるが、明治の担当者によれば、大谷翔平は30歳くらいまでは体の進化を求め、技術はその後に追い求めると話しているという。現代野球の常識を覆す活躍を続ける二刀流。食生活に注目すれば、今後の進化のヒントが見えてくるかもしれない。